アソシエーションフットボールクラブボーンマスは、イングランド南西部、ドーセット州ボーンマスをホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。愛称は、チームカラーの赤を、らんぼの色に見立てたチェリーズ。ボスコム FC のクラブ名で創設。1923年に、ボーンマスボスコムアスレティック FC に改称され、 1972年に現在の AFC ボーンマスとなった。リーグ3部で戦っていた2008年に400万ポンドの負債を抱え破産申請し、勝ち点10を剥奪され4部に降格。翌シーズンも勝ち点マイナス -17 からのスタートという厳しい状況だったが、かつてボーンマスで DF としてプレーしたエディハウが監督に就任し、残留を果たすと、 翌シーズンに3部に最初をした。2011年に、ロシア人実業家のマキシム・デ・ミンが、ボーン・マスの株式の50%を購入し、共同オーナーとなってから、戦力や施設が充実し、2012から13、シーズンに3部で2位となり、フットボールリーグチャンピオンシップに昇格、続く2014から15シーズンに2部で優勝し、創設125年にして、 初のプレミアリーグ昇格を決めた。以降トップリーグを死守。しかし、2019から20シーズンは18位に終わり、エフルチャンピオンシップ降格が決定した。ラムズデール12ステーシー1 7スクック3、メファム33リコ2 1チウィルソン22、レルマ8ビリング29フレイザー24、シーウィルソン13キング7中、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。GKDFMFFW。ありがとうございます。